悟空がいる。ちょっと待って。悟空、何してんだこれ。うわ、助けてくれ。町に銃の悪魔が出た。はい、というわけで、今日もとりあえず遊んでいくか。うわ、やってこれ。今回は、チェーンソーマンのロブロックス、やっていきたいと思います。いきなり。そう、どうやらこの町にはね、チェーンソーマンでいう最強の悪魔、銃の悪魔が出たらしくて、やってこれ。今回はね、このプロのパワーと一緒に、銃の悪魔を倒していきたいと思います。やったー。というわけでね、チェーンソーマン聞いたことあるよって人は、ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。しまーき。まあ、前回にもね、チェーンソーマンに変身したんだけど、今までの日じゃないぐらい強いと思うから、なんとか二人で力を合わせて倒して、この街を守ろう。てか、プロ顔なくね？おい、ないよ。怖っ。まずはさ、どんな技が使えるかさ、いろいろ試していこうよ。お、いいね。銃の悪魔と戦う前に、ちょっと訓練しないとね。普通にやっても勝てないから。オッケー。俺の技はね、変身前だからこれ。パンチだけだ。パンチだけしかできないよ。パワーはどんな技が使えるんだ？こうや！お、槍か。待って待って、どんな感じだ？おお、なるほどね。全然当たらない。お、友達だからじゃない。いや、当たった当たったよ。ちょっと、こけたんだけど。脳震盪起こしてる。ちょっと、動けない。なんだこれ。体がめり込んだ。おいし、埋めてやるぞ。いや、怖いな。地面に埋めるな。ちょっと、アスファルトに埋まってる。ちょっと動けない。本当に動けないんだけど。逃げるわ。逃げれない。なんだこれ、非同品だ。この世界、なんかいろんなキャラに変身できるみたいだ。ほんとだ。はい、というわけで、もう一回電磁にリスポーンしたけど、なんか頭から直接出てるんだけど。変身する前なのに。やばいってこれ。この電磁の技は一体何なんだ？あ、なになになに？なにこれ？なんか、え？おしっこぼりそうなんじゃない？え？そういうこと？どうだこれ？くれ！お！え？強！強くない？お、一瞬だ！おし、待ちなさい！お、なんだ？え？マキマ？そうだよ！おお、なんか俺またずっともらいそうなんだけど。ちょっと、この、さっきはよくもやったね！おお、なんか殴られてる。え？マキマさんその技なの？殴るだけ。殴るだけかよ。さあ、というわけで次はね、また違うやつ。待って、これ暴力の魔人じゃない？この人は暴力の魔人だ。待って、一回叩いてみよう。おお、強いんじゃない？どうかな？いた！おいしょ、髪の毛取れた。次はこれだ。あー、これ刀の人か。頭から刀生えてる人だ。そうだぞ。やばいよ、強くね。戦うぞ。おいしょ、おいしょ。おいしょ、おいしょ。すごい動きだ。なんだ？さあ、というわけで、今回は秋だ。本当だ！電磁が襲いに来た。誰だ？この電磁倒そう。プロと俺で力合わせるんだ。全然倒せないぞ。さあ、秋はね、ダメージ15ぐらいしかない。そんな！俺なら天使だ！お！プロは天使か。天使の悪魔に叩きつける。お！逃げたぞ、逃げたぞ、追いかけろ。あの電磁追いかけろ。待て、逃がすな、逃がすな。おし、ここだ、ここだ。やばい、逃げた。よし、倒した。やったー。よし、なんとか倒すことができた。いいね。さあ、というわけで今回銃に乗っ取られた秋になりました。うわ、本当だ。なんか後頭部しばかりなんだけど。めっちゃ強いんじゃない？銃撃てるよ。これはもしかして？うわ、待って、銃がめっちゃ撃てる。強え。頭から銃出てる。うわ、銃撃てる。これ強いな。撃ってる方向と逆の方向から弾が出てる。うわ、倒した。さあ、というわけで、プロと俺も変身しました。はい、変身しました。なんで裸なん？これはね、俺はね、サメの人っていうのはわかるんだけど。いや、なんかすごいサメだ、これ。横から見たらアリクイみたいになっている。本当だ、下の人。なんだこれ。え、それ誰、プロ？え、わからない。とりあえず技を見るか。さあ、ただのパンチだ。本当だ。殴り合ってみるか。行くぞ、裸同士の殴り合いだ。変な人たちだ。ギリギリ勝った。さあ、というわけでね、全キャラを使ったから、この街を救いに行くか。オッケー。さあ、というわけで俺はとりあえずチェーンソーマン。僕はパワー。顔が見えない。どこにいるかはまだわからないから、探しに行こう。あ、まだいないな。どこにいるんだ一体。ちょっと待って、俺たちがめっちゃ死んでる。何これ、怖っ。
めっちゃ死んでるんだけど俺が。どういうこと？どういうことだこれ。お、十の悪魔が出た。本当だ。お、背中に行こう。待て、どこに行く十の悪魔。なんだこの十の悪魔。顔が震えてる。うわぁ、強い。蹴られた。プロ、強すぎる。ちょんの。めっちゃ強いぞ。すごい蹴られた。待って、逃げてるぞこの十の悪魔。なんで十の悪魔逃げたっけ。弱いんじゃない。本当に。なんかすっげえ走ってるけど。はははは。何これ。どこに行くのこの人。何してんの十の悪魔。やばいやばい。何してんだ。うわ、吹っ飛ばされた。プロも吹っ飛ばされた。なんでこった。うわはははは。蹴られた。なんて強さだ。銃も撃ってないのにこの力か。強すぎる。踏まれてる踏まれてる。ごめんなさい。助けて。頭踏まれた。よし、俺は刀だ。そしてプロは秋。これでいこう。これなら勝てる。いいね。さあもう一回銃の仲間を探すんだ。あ、いたいた、こっちだ。本当よ。うわぁ、なんだ蹴られた。刀で勝負だ。おいしょおいしょ。さあ、うわ、なんだ強すぎる。プロ助けてくれ。もうサッカーボールにされる。なんて強さだ。おい、行くぞ。来た、プロも来た。さあ、うわダメだ、歯が立たない。強すぎる。プロどうだ。いや、プロも蹴られてる。もう俺たちサッカーボールだ。銃の悪魔だけあって最強すぎる。さあ、というわけでね、今回は俺が天使の悪魔、そしてプロが暴力の悪魔。そうだね。これちょっとね、銃の悪魔を待とうと思うんだけど。どういうこと。何してんのこれ。あ、運動じゃない。ベンチに座りながら運動してんの。やばいって。二人ともおかしいよ。体温まってきた。準備運動ね。よし、銃の悪魔と戦うために準備運動だ。みんな頑張ってるな。でも俺たちの目当ては銃の悪魔だから。電池、肩叩かれてる。本当だ、出血してる。いや、バラバラになった。いや、こっちに来て、ちょっと。ちょっと。俺たちは銃の悪魔と戦いたいのに。本当だ。あ、来た来た、銃の悪魔だ。おし、戦いに行くぞ。おし、どうだ。どうだ。うわ、なんだ。銃全然撃ってこないよ。本当だ。全然銃撃ってこない。どういうこと。うわぁ、ブリオ。もう、サッカーボールだ。ダメだ、強すぎる。強すぎるね。うわぁ、ダメか。あ、死んだ。さあ、というわけで、今回はね、この最強の二人、マキマと銃の悪魔に呪われたアキを使ってね、最後、仕留めていきたいと思います。次は大丈夫。次はでも倒すしかない。さあ、押し行こう。銃の悪魔を見つけるんだ。今度こそは勝ちたい。これもしかしたら強いかも。おいしょ、おいしょ、もした、て、よし、手下を倒した。待って、プロ、こっちだ。何？こっちに悟空がいる。ちょっと待って。悟空、何してんだこれ。オラに話しかけんな。なんか怖いこの悟空。オラは銃の悪魔と戦うんだ。もう戦ってくれよ、一緒に。それは無理だ、オラは一対一で戦う。なんてやつだ。待って、戦えるかな。あ、待って。悟空、悟空倒れた。湧いてきた。そう、というわけで、プロ、プロ目の前にいる。おいどいど。待って、今回こそ、今回こそ勝ちたい。さあ、マキマなら勝てる。さあ、戦え戦え。おい、頑張りよ。さあ、というわけでみんな、勝てたら高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。マキマどうした。なんかバタバタしてた。なんだこれ。いや、踏まないでよ。マキマ、プロ、見てくれ。何？いや、頭、あ、ありがとう。パワーが助けてくれた。パワー助けてくれたけど、脳震盪を起こしてる。倒せるかな。あ、プロが吹っ飛ばされた。うわ、痛すぎる。大丈夫か。うわ、俺もやられた。なんて強さだ。おし、いけ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 、倒せるぞ。相手は油断している。おし、倒した。ナイス、やった。まあ、というわけで無事倒すことができました。できました。やったね、倒せた。秋多くね。めっちゃ多いよ。秋が多すぎる。というわけで最後はね、力を合わせてね、倒すことができた。てか湧いた。本当だ。なんだこれ。まだ湧くのか。よし、チェーンソーの悪魔が銃の悪魔を倒す。どうだ、切りまくれプロ。おい、ここはパワーだ。お、いいね、いいよ。俺が叩かれてる。待って、脳震盪を起こして起き上がれない。おじちゃん起きて、何してんの。叩いてくれ、頼む。一発しっかりね。おお、ありがとうありがとう。
どうかな？おしゃおしゃおしゃした。一回出たけど、なんか、体が硬直した。なにこれ。見てこれ。うわ、なんか、地面斜めに動いてるよ。すごい。殴られ待ちしてるよ、誰か。ちょっと待って。また銃の悪魔が湧いたけど、俺攻撃できなくなったんだけど。そんなの？そう。おし、戦えてる、戦えてる。天地頑張れ。天地頑張れ。おいしょ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 。おし、倒した。よっと。トイレずっと漏れそうだ。何しょバグってんじゃない。はい、というわけで、なんとか無事に倒すことができました。ちょっと待って、笑けて挨拶ができない。というわけでね、今回はだいぶ強かったね。そうだね。勝てたから絶対高評価よろしくお願いします。します。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたな。プロ何してんのこれ。お、バトルしてるよ。おいしょ。うわ、二人とも死んだ。